皆さんこんにちは。こんにちは。日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺う NGO 世界を見つめて、後半からは私鎌倉幸子が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、Kさん、前半、はい、アフリカですとか、あと日本の取り組み、そうですね、伺いましたけど、はい、いかがでしたか？いや、 やっぱり地域の問題とか特定地域だけの問題ではないっていうのが非常によくわかる事例だなと思いましたね。で、特に児童労働っていうその児童の問題ではあっても、やっぱりその環境を作ってる大人の問題、僕たちの問題なんだっていうところは、本当にこう S さんの活動を通してすごく感じたところですし、皆さんにもより深く活動についても知っていただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ後半引き続きまして、認定 NPO 法人エース代表の岩月由香さんをお迎えしています。岩月さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前半ではガーナですとかインド、そして日本における児童労働の問題についてお話しいただきました。で、後半はですね、6月12日の児童労働世界でに向けた取り組みですとか、岩月さんがエース設立をですねした経緯等とお話を伺っていきたいと思います。岩月さん、改めてどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず児童労働世界デーが、まあ、6月12日ということなんですけども、また今年は国連が定めた児童労働撤廃国際年というのも聞いております。そちらのですねお話を伺えればと思います。はい、ありがとうございます。そうなんです、2021年は国連が定めた児童労働撤廃国際年、すごいもう漢字が続いちゃってごめんなさいって感じなんですけれども、特別な年なんですね。で、なぜ今かというと、実は SDGs 持続可能な開発目標の中の目標8、ターゲット7に児童労働の撤廃が明記されているんですね。その期限がなんと2025年なんですよ。そうなんですね。そうなんです。4年だ。そうなんです。で、世界に1億5200万人いるっていうのが2017年の発表で、そのペースだと、今の減少ペースだとなかなかとてもじゃないけど、そのゴールっていうのが達成できないような状況の中で、世界中の人がもっと関心を持ってアクションを起こさなくちゃいけないっていう認識から、アルゼンチンが国連で提案をしまして、はい、国連が定めた児童労働撤廃国際年ということになりました。で、それに加えて6月12日というのが児童労働反対世界デーなんですね。で、これは児童労働の最悪の形態の児童労働の条約ができた日を記念して、作られたものなんですけれども、私たちもそれに向けて今いろいろな企画をしています。で、一つはですね、日本からももっとコミットメントを示したいという思いがあって、新聞広告を6月12日当日に予定しているのと、それからその日にイベントを行ったりですとか、次の翌週には多分記者会見をやったりですとか、そういうような活動を予定しています。はい、実は児童労働の世界推計って4年に一度発表されるんですけれども、はい、今年がちょうどその年なんですね。あ、そうなんですね。そうなんです。で、6月10日に発表されるって今聞いてるので、まあ、その発表を受けてそれを皆さんに知らせていくっていうことをやっていけたらなって思ってます。でも4年に一度の統計は去年とら、まあ、過去4年間取りためた統計になるんですかね。それそうですね、大体いつも1年前にアベイラブルな統計を使って推計するっていう感じなので、うん、細かいこと言うと国によってその最新の統計が違ったりするんですけど、なので多分2020年時点のデータを使って推計をして今年発表って形になりますね。なるほど。いや、でもその去年とか新型コロナウイルスの影響で、先ほど前半でお話しいただいた通り、学校に行けないなら働けですとか、ちょっと児童労働のこの統計というか数というのがちょっと悪化してるんじゃないかなって思うんです。で、それがありつつ2025年までにというのは結構な道のりだと思うんですけども、いかがですか？
いや本当におっしゃる通りで、だからこそ今年もっとアクションを起こすためのコミットメントをしてほしいっていうのが、この撤廃年の狙いなんですね。でそこで我々もエースとして、そしてエースが事務局を務める児童労働ネットワークとして、活動してまして、6月いっぱいがトップ児童労働キャンペーンなんですね。でハッシュタグをつけて発信してもらって、ご自身のコミットメントを表明してもらうっていうことですとか、あとは Facebook の、アイコンにフレームをつけてもらって、賛同してもらうとか、本当に小さなアクションではあるんですけれども、私たち自身、やっぱりこの児童労働をなくそうって思ったときに、そこにその意思がないと難しいんだなっていうことを、すごく感じているので、そういう意思を表明するっていうことをぜひやってくださいっていうことを皆さんに呼びかけています。で、そういうのを見ていただいたり盛り上がってくると、日本政府も無視できなくなってくるし、企業もあ、こんなに児童労働に関心を持っている人たちが多いのであれば、自分たちももっと積極的に活動しなければならないっていうふうに思うんじゃないかなって思うので、そういう一人一人のアクションっていうのが大きなお礼につながっていくといいなというふうに願っています。ありがとうございます。その新聞の広告を見て、あ、こういう日があるんだなと思うだけではなくて、やっぱりこの一人一人の一歩が国だったり企業だったりを動かして、でその先にいる人たちをやっぱり救っていくのではないかなとお話を聞いて思いました。佐藤さん、ぜひアクションを、はい、たくさんの人に。そうですね。いや、本当に前半でお話伺った通り、こう、消費者としてできること、まずは知ること、そして買った先に何があるのかということを考えることっていうのも、ぜひ、こうした日をきっかけにですね、より深く知っていただけたらなと思いました。はい、ありがとうございます。まあ、このようにですね、もう岩月さん、すごいもういろいろパワフルに動かれてるんですけども、そもそも論として、このエースを立ち上げようと思われたきっかけというかですね、そこを話しいただけますでしょうか。はい。まだ学生だったんですけども、実は世界的なムーブメントがあるっていうことを知って、お、日本でもやろうって思ったら日本の NGO がどこもやらないっていうので、じゃあ6ヶ月限定で学生で NGO をやってみようって思って始めたのがエースだったんですね。で、児童労働に反対するグローバルマーチっていう世界的な活動にこうして、大阪と東京で実際にデモ行進みたいなマーチをしまして、でも怖くしたくなかったんで風船持ったり、サンバ隊が一緒に歩いてもらったり、こういわゆるシュプレヒコールみたいな感じじゃないマーチにしたくって、でもその時に動いたらいろんな人が協力してくれたんですね。思いがけずこの学生のよくわからない人たちの集まりに、それですごくそれが大きくってもったいなくなって、でそのままなんとなく続けてたんですけど、みんなメンバーがバラバラになっちゃってたんで、どうしようかってなってた時にまた東京にメンバーがこう集まって、はい、で2001年ぐらいから、97年に設立して98年にグローバルマーチやって、でまた2001年ぐらいからまずメールマガジン出すところから始めようよって言って、当初まだ少なかったんですけど、メールマガジン出し始めて、でそしたらインドから電話かかってきて、サッカーボールのキャンペーンやるから2週間後にサッカーボール塗ってた子連れてくんで記者会見開いてって言われて、え？ってなって2週間後ですか。そうで、私たちみんなその時別の仕事してて、有給スタッフ、お給料をもらって働くスタッフは誰もいなくて、みんなボランティアだったんですよ。だからみんな有給取ったり仕事休んだりいろいろしながら結局準備して、でその時来たのがノーベル平和賞を後に取るカイラシュ・サティアルティさんっていうインドの NGO 活動家で、グローバルマーチ、私たちが一番初めに活動したグローバルマーチの発案者でもあるんですけど、とソニアさんっていうサッカーボールを塗っていた女の子が来てくれて、でそこで記者会見をやって、でそしたら本当にたくさんのメディアの人が関心を持ってくれたりしてくれたのと、やっぱソニアさんが実際日本に来て目の前で話をしてくれて、サッカーボールは大人が正当な賃金で
作ったものを使ってください。子どもは学校に行くべきです。そのためにどうか協力してくださいって言ってくれて、まあ、本当にその児童労働って一言じゃなくて、自分たちの身近なものとこの子がつながってるんだっていうのがすごい腑に落ちて、そこからそのエースとして NPO 法人化してやっていこうみたいな感じになったんですよね、はい、そんな感じの始まり方でした。なるほど。でも学生の時から始めて、ね、あの続けるってやっぱりすごいパワーもいりますし、あの大変な時もあったのではないかと思います。で結構やっぱり岩月さんってこう、はい、なんかとにかくパワフルで突き進んでいくというイメージがあるんですけども逆にストレスとかって解消法とか何かありますでしょうか、というのがですね、やっぱり NGO を目指す方とか、あと新しいNGO 入った人ってこう本当にこうストレス解消法知らずにですね、本当にこう疲れちゃう方もたちもいるので、うん、ぜひ岩月さんからこういうので解消してるよっていうアイディアがあるとみんなちょっと、ね、はい、いいかなと思いました、うん、なんかやっぱね、あの NGO って自分を犠牲にしなきゃいけないと思ってる人結構いて、うん、でもそうじゃないよねって、あの私も多分エースのスタッフもみんな思ってて、自分を犠牲にするしないでも成り立たせられるっていうふうにあの思ってますっていうのが一つと、私自身はあのもちろん大変なことが多くて、まあ、大変な時の方が多分多くて、でも、まあ、まあ子供がいるので、あの子供たちといる時はもう完全に切り替わっちゃうので、あのきっとあなた子供産んでなかったら過労で死んでるよって言われたことありますけど、きっとそれは私にとってもすごく大きかったし、あとは運動したりとかテニスしたりとか、あのそうやってあの意識的に時間をとってリフレッシュしないとやっぱりなかなか続けられないなっていうところもあるので、うん、そういうふうにストレス解消してるかなと思います、うん、なるほど。 K さん、やっぱりこう切り替えって大切ですよね、はい、また運動っていいですね。そうですね、いや本当にそう思います。あの特にこういう仕事って、あのどうしてもこうもっともっとやりたくなってしまうというか、できる限りこうつい自分を注ぎ込んでしまいがちですけれども、まあ、自分が倒れてしまったらやはり元も子もないので長く続ける、そして実際に続けられたこのエースの中での岩月さんの活動にちょっと僕らも本当にたくさん学ばさせていただきたいなと思ってます。ありがとうございます。で岩月さん、まあ、今ご自身のちょっとストレスのことと解消法とか、あとその NGO の人ってやっぱりこう、ね、自分を犠牲にして働くみたいなところ確かにあるかなと思う中で、 A さんはこの団体としてこの働き方を変えていこうというアクションを今起こされていると聞きました。なんと私、あれもう5年前ですかね、 A さんのオフィスにお伺いしてちょっとあの、はいはい、いろいろ情報交換したんですけど、そのオフィスがなくなって、そうなんです、いろんな動きがちょっとあるので、ちょっとそこを教えていただけますか。はい、あの実はあのエースが事務所が入ってたビルのオーナーさんから、もともと従業員増えて拡張したいので、あなたに貸してるお部屋も使いたいから申し訳ないんだけど出てってくれるって言われてたんですね。っていう事情があって、もともともう出なきゃいけないっていう状況の中でコロナが起きたんですよ。それで探してたんですけど、事務所どうするってなって、もともと在宅勤務できるようにほとんどオンライン化されてたんですね、エースは、うん、前から在宅勤務 OK だったんです。それで、うん、もうじゃあいっそのこと事務所なしで手放してみんな在宅にしようって言って、2020年の7月末に事務所を手放しました。なのでもうすぐ1年なんですけれども、私自身が子供がいることもあって事務所に行かなくてよくなってすごく助かった部分があって、通勤時間がない、もう家事してすぐ会議入れるっていうのが本当ありがたくって、で計算したらスタッフが往復2時間で、うん、1ヶ月通勤時間が往復2時間と仮定して20日で12ヶ月で15人だと7200時間。すごいですね。これ数字で見るとその本当に削減の効果が見えてきますね。そうだからこう時間が増えたっていう部分は自分の実感としてはあります。で、他にも他のスタッフにいろいろヒアリングした時に、やっぱり通勤の混雑がすごいストレスだったことが、うん、通勤しなくてよくなって分かったとか、
仕事に集中しやすいとか、家族とか育児との時間が増えるとか、あと前は在宅勤務の人が一部いて、事務所にいる人が多数だったので、なんか在宅勤務の人が聞こえにくいんだけど言いづらいとか、なんかこう、あと事務所でいろんな掃除とかいろんなことを在宅勤務の人が事務所にいる人ほどできないので、その辺の不公平とか、なんかそういうのがあったんですけど、今みんな同じ条件になったから、そういう意味ですっきりみたいなこととか、あと睡眠時間とか自分時間とか趣味が増えた、趣味の時間が増えたっていうスタッフもいました。でもなんか一方で、こう立ち話とか雑談とか、やっぱオンラインだとしにくいんです、ね。わざわざ話しかけないといけないので、で、今、昼ミーティングっていうのは毎日やっていて、そこで全体のアナウンスとかしてるのと、オンラインで朝、修行するときに書くんですね。で、終了するときも報告書くんですけど、そのときに、いや、今日は子供がなかなか保育園行ってくれなくて大変だったとか、今日は行かないって言われたんで、子供がいる中で仕事ですとか、なんかそういうのを書き込んで、他の人が分かるみたいな感じで、こうコメントしたりとか、そういうやり取りがあって、で実は今完全フレックスなんですね、エースは。だから朝5時から夜10時の間の好きな時間に働けばよくって、かつ1ヶ月の所定労働時間を好きなように使っていいので、例えば今日は子どもの保護者会があるんで、午前中だけ働いて、午後ちょっと抜けてまた戻ってきますとか、そういうのも可能ですし、時間単位の有給も取れるので、そういうこともできるし、すごく働き方がフレキシブルにできるようになったっていうのはありますね。なので私もどうしてもこの日に絶対終わらせたいっていうようなことは、朝早く起きてちょっとやって、それから家事して子どもたち学校を送り出してまた戻ってみたいなことをするときもありますし、本当にこう自由に自分で裁量を持って時間を使えるっていうことで、自分自身もやりやすくなったなっていうのは感じてます。ありがとうございます。でもすごいこう革新的というか、でもなんか NGO のスタッフって本当、例えば結婚したとか子供ができたとかなると、この働き方無理だよって言って辞めちゃう人とかも多いじゃないですか。でもこういう、ね、それでいて緊急救援とかなると、本当にこうずっと張り付き体制になる中、緊急救援で張り付くけど、でも1時間だけやっぱりここ抜けていいよとか、そういうフレックスなものがないとちょっと離職っていうのも多くなっちゃうんだなって思いつつ、いやすごいね、素晴らしい取り組みだな、ありがたいなって思いました。Kさんいかがですか、この働き方を。そうですね、いや本当にメリットもたくさんありつつも、もう一つ本当にこれを実践されてみて初めて見えてきた、このできないことっていうのが可視化されたことってすごく大きいことだなと、本当にコロナ禍の中でさまざまな人が言っていることですけれども感じましたね。例えばこの雑談、本当にこの雑談が多くのものを生み出してきたけれども、じゃあいざ業務として雑談しなさいと言われると、それは雑談にならないっていうことであったり、あとこの非言語のコミュニケーションどれだけ伝え合ってきてたのかということを気づくことができた。で気づくことができたら、今足りないことでも、例えば本当に今エースさんが採用している働き方の中でも、おそらくそれをちょっとずつ改善していったりっていう新しい働き方っていうのがリアルに見えてくるんじゃないのかなっていうことをすごく感じましたね。はい、ありがとうございます。いやでも本当にまだこれからもいろいろ改善のチャレンジされていくんだなと思っております。はい、でこのですね、岩月さんとして、これから NGO や NPO ワークを目指す人たちのちょっとメッセージというのを、ちょっと働き方という文脈の中でもいただけますでしょうか。そうですね、エースの場合は、比較的業態としても、その在宅勤務がしやすいとかいうところがあるので、その NGO の中でも、その緊急救援とかね、やってるところはなかなかそうもいかないだろうなって思ってるんですけど、なのでそういう意味で、在宅勤務っていうのはこう、たまたまエースの業務状況だと可だったっていうことだと思うんですけど、そもそもそれも含めてどうして今こういうふうな組織になってきてるかっていうと、多分一人一人が抱えている夢だったりビジョンだったり、こうしたいっていうようなことと、
そのエースが目指しているパーパスというようなことをこうどうやって重ね合わせて、その一人一人の人が自分自身の仕事にやりがいを感じながら力を発揮できるのかっていうことを結構真剣に考えて活動しているんですね。だからそれによって担い手が少なくなるところはもしかしたらだんだんとこうその事業は少なくなっていくみたいなことがあるかもしれないんですけど、それでもいいかなと思っていて、今エースのこうの組織のあり方っていうのがなんかこう誰かが決めてそれでみんなはい行きましょうっていうよりはもう少しボトムアップな感じで、それぞれが自分がやりたいなとかいいなと思ったことをそのエースの全体の方針と重ね合わせながらやっていくみたいな感じになってるんです。だからそうですね、その本当に一つ一つの NGO がそれぞれ違うのでそれぞれだと思うんですけど、なんかせっかく自分自身が国際協力の仕事に就きたいとか、自分が描いている世界がこうあってほしいっていうところに貢献したいっていうふうな思いを持ってこの業界に入ってこられるのであれば、やっぱりそれがどういうふうに実現できるかっていうことをそれぞれが今いる場所、それから今入ろうとしている場所でどう実現できるのかっていうのもこう一緒に考えていけるといいんじゃないかなって思います、うん、はい、岩月さん本当にいろんなお話ありがとうございました。あと前半戦のですね児童労働のお話から現地での活動の様子、そして後半戦ではエース設立のきっかけ、またですねお仕事に向けた思いを岩月さんから伺いました。でここまでお話を、聞いている皆さんはですね、あれエースに関心持ったんで何かアクションを起こしたいと、そういう方もいらっしゃるのではないでしょうか。岩月さん、関心持った方ができるアクションということを教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。先ほどご紹介した児童労働ネットワークのストップ児童労働キャンペーンもあるんですけれども、ぜひ皆さんにご協力を私からお願いしたいと思っているのが、この ACE SDGs プロジェクト2021というクラウドファンディングなんですね。で、実はACE の活動っていうのは、その大部分がご寄付で成り立ってまして、インドやガーナ、そして日本の活動は、本当にそのご寄付なしでは成り立たない中で、コロナ禍もあって、もともと予定してたご寄付がすごく減ってしまったりとか、そういうことも受けながらなんとか活動を続けているっていう状況です。で、今年児童労働撤廃国際年で我々もぐっとギアを上げて入れていかなくちゃいけないタイミングなので、今回のクラウドファンディングはいつもよりも金額を高く設定してチャレンジをすることになってます。なのでぜひこのクラウドファンディングへのご寄付ご協力いただきたいのと、自分もちょっと寄付は難しいんだけどなっていう方がいたら、この動画見たよっていうことと一緒にシェアをしていただくとか、そういうご協力でも大変ありがたいので、このクラウドファンディングを知っていただくっていうことにご協力いただければ嬉しいです。はい、ありがとうございます。このクラウドファンディング、もちろん寄付をぜひお願いしたいのと、あとシェアをしてたくさんの人がこの児童労働の課題に気づいていく、そのシェアがやはり大きい応援になりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。本日は認定 NPO 法人エース代表の岩月さんをゲストにお話を伺ってまいりました。本当にパワフルなメッセージたくさんいただきました、はい、佐藤さんいかがでしたか。いや本当にあっという間でしたね。前半も後半も本当に岩月さんの熱意がこう画面越しに伝わってくるようなお話を伺ってきました。で僕もこうメディア NPO として発信を続けてるんですけれども、やっぱり本当にこう現地に寄り添って活動されていて、アドボカシーも続けていらっしゃる団体っていうのは本当に問題を長く深く伝えることができるなと、それはまたメディアと違う役割を担っているなと思いましたし、本当に長く継続していくために組織のパーパスがあり、そしてそこに関わる方々のパーパスがあり、それをどういう方向にこう合わせていく
ていくかということを岩槻さんが実践されている、まあ、そこがエースの軸のようなものなんじゃないのかなということを感じさせていただきました。本当に今日は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございます。はい、でかつですね、今岩槻さん最後おっしゃっておりましたが、あのクラウドファンディングの挑戦1000万を目標に走っております。はいはい、で皆さんもぜひ児童労働、ね、コロナ禍でさらにちょっと大変になってしまったけども2025年までに向けて2025年に向けて走り出さなきゃいけないこの現状ですね、あのシェアだったり寄付だったりで皆さん支えていただきたいなと思いました。鎌倉さん、ありがとうございます。ありがとうございました。視聴者の皆さんも最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回 NGO 世界を見つめてでお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。